ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルを聴きの皆さん、こんばんは。そして、お久しぶりです。中川翔子です。この度はムービーウォッチメンズ結成おめでとうございます。その華々しいメンバーの一人に、なんと私中川翔子にまでお声掛けいただけるなんて、光栄の極み、ギザ嬉しいっす。ありがとうございます。今夜はですね、ジャッキー・チェン様のポリスストーリーレジェンドについて評論させていただきます。ということで、しょこたんのポリスストーリーレジェンド表の続きはこのすぐ後。それでは今夜も参りましょう。ライムスターたまるのウィーケンシャッホー。はい、ということで、東京赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしております、ライムスター歌丸のウィークのシャッフル、パーソナリティの歌丸です。はい、ということでね、スペシャルウィークの今夜、まあ、あの梅雨のね、映画評論祭り集結ムービーウォッチメンズということで、まあ梅雨はね、ちょっとあの今一休みになってますけどね。はい、まあいいじゃないですか、この晴れ上がった中でね、こう外に出かけようって気持ちにもなりますから、ぜひ皆さん映画館に行っていただきたい。その前に、今日のこの番組を聞けば、今劇場でかかっている映画のことが大体おおむねわかる、こんな感じの特集となっています。各界から集めた映画通、いわば映画ウォッチ超人たちに、公開中の話題作を見ていただき、それについて評論してもらうという、そんな映画お祭り企画でございます。そして10時台ね、今番組始まってすぐ登場していただきました映画ウォッチ超人は、しょこたんこと中川翔子さんでございます。芸能界きってのジャッキーチェンマニアであるしょこたんに、ジャッキーチェン主演の最新作ポリスストーリーレジェンドはどうだったのか、評論していただくと。まあね、あのジャッキーチェンやるんだったら、私なんかでこれしょこたんにやっていただいた方が絶対にいいんですから。はい、ということでございます。まずポリストリーレジェンドについて簡単にご紹介させていただきましょう。1985年に公開されて大ヒットしたジャッキー・チェン監督主演のポリストーリー香港国際警察、そのシリーズ最新作となる本作は、仕事熱心なベテラン刑事がナイトクラブで起きた人質牢状事件の解決に奔走する様子を、彼の娘との確執を交えて描くということでございます。監督はティン・シェンさん、主演はもちろんジャッキー・チェン。85年なんですね、一作目。ってことは30年、足掛け30年にわたるシリーズ最新作ということでね、すごいですよね。あのでジャッキー・チェンね、前回のライジングドラゴンでアクションをね引退するって言ってましたけど、今回どうなっているのかというところも含めて非常に注目度が高い作品でございます。この映画を果たしてしょこたんはどう見たのでしょうかね。鑑賞直後の興奮冷めやらぬしょこたんに、先週末感想を伺ってまいりました。はい、それではよろしいですか、皆さん準備よろしいですか。はい、そんなしょこたんの、ジャッキー・チェン主演ポリストリーレジェンドの感想をお聞きください。評論ってだなんて恐れ大きいぐらいに、私の人生にとってジャッキー様は、もうジャッキー様がいたから自分の人生の今、そして過去も未来も全てがあると言っても過言ではないぐらいに、たくさん人生何度も助けていただきました。そして映画にも何度も何度も勇気をいただきました。辛い時も死にたい時も泣きたい時も、ジャッキーの映画を見ればすぐ笑顔になれる、声を出して笑うことができる、そして元気になれる、強くなれる、そして夢ができる、未来が広がるということで、世界中の人にジャッキーさんは優しいです。ファンからのサインを断らないです。ファンクラブイベントではジャッキーさん、ファンの人が振ったサイコロに目とか耳とか鼻とか書いてあるやつで、で鼻って出たらファンの人がジャッキーに鼻に注意をしていいとか、耳って出たらジャッキーの耳に注意をしていいとか、めちゃくちゃでございます。優しすぎます。男であってもそれをやるという、もう天使ですね。すごいです。私も香港で偶然たまたま単なる、日本から来たジャッキーファンというだけだったのに、ジャッキーさんがたまたま隣に座ってらっしゃって、それを見てひそやかに泣いていたら、ご飯をおごってくださってということがきっかけで、あ、いつか直接ありがとうございますということを伝えるために芸能界という世界に足を踏み入れることになり、昨年のど越し生のコマーシャルで共演するという夢が叶いました。その時も非常に優しくしてくださって、上海でロケが行われました。そして日帰りでということで、時間は全くない中、ジャッキーさん睡眠時間ほぼなしで30分遅くなっての登場で、ジャッキースタントチームさん皆さんで迎えたところ、金色のビール色の衣装を身にまとったジャッキー様のオーラで
空間がビシッと引き締まり、現場でのですね、そう、ライジングドラゴンの時にアクション封印するっておっしゃってたから、これどんな風になるのかなと思っていたんですけれども、やっぱりですね、現場にアクション指導の方もジャッキースタントチームの方いたんですけど、やっぱり興奮してきたジャッキーさんは自らいろんな盾のアクション興奮してきてつけてしまうんですね。私にもつけてくださいました。そして、主人公である石田さんにも、現場のスタントチームの方々 の、 あの転び方、吹っ飛び方とか、すべて結局ジャッキーさんがやってくれてしまったので、やっぱり映画作品作り、残るものに対しての情熱のスイッチが入ったら、きっとこれからもアクションを見せてくれるんだ、僕たちのヒーローはジャッキーだ、そんな風に、現場で生で見ることができて感動しました。それを見た時にも思ったんですが、今回ポリスストーリーレジェンドでもやっぱりアクションしてくれたのでほっとしました。私たちのジャッキーは健在です。でも今までのアクションとは違って、ポリスストーリーレジェンドはですね、やっぱり椅子を使うとか、高いところから飛び降りるとか、そういうジャッキーならではのコメディーな、そしてテンポの良いアクションを私たちは期待してしまうんですが、今までのアクションとは違うアクションが見ることができます。だってジャッキーほら、そこに紐がちょうど良さそうな椅子もあるよ、タイヤもあるよ、あれなんでなんで、そんなハラハラドキドキしちゃうんですけれども、実にシリアスなこの映画では、なんとジャッキーさんのチョークスリーパーとか、そういったなんかブルース・リーは死亡遊戯でやってましたよね、そういうジャッキーさんっぽくないアクションが見られます。というかアクションだけじゃなくて、全体的にジャッキーさんじゃなくてもできてしまう映画をあえてジャッキーさんがやってる、そんな感じに見えました。大人の、そして新境地のジャッキーさんが見られますね。だってお父さんの顔のジャッキーもこんなに見ることができるのも初めてじゃないかな。水拳2の時のもうすっかり自分とアニタ・ムイさんもそんな年変わらないのに親子役でなんかダメなドラ息子を演じてたジャッキーを考えると、なんかあ、ついにこんなお父さんになってしまったんだなって。でも還暦ですもんね、お父さんなんだけど嬉しいような、なんかでもやっぱりちょっとダメ息子を演じるジャッキーもまだまだ見ていたいような、ついつい昔追いかけてしまう私たちですが、改めて新宿インシデントの時もびっくりしたけど、新しいジャッキーさんの進化を見ることができるのも私たちファンの喜びでもありますね。もうなんというか笑顔がほとんど見られないという珍しい映画です。たまにねジャッキーさんこういうシリアスモードの作品やるけれども、なんかあ、いつ笑いが出てくるのかなと思うと、コメディはほとんどなしということで、すごく想像していくイメージとは違う分、なんだろう、男らしさ、そして俳優ジャッキー・チェンというのが楽しむことができるんじゃないかなと思いますね。うん。だからちょっと最後まで結構画面もね、ほとんど室内で進むんですね。あえて多分暗く照明を落として撮っているっていうのもあるし、もうそのコメディークンフーもないから、あ、こんな風にシリアスで進むんだなと思うので、ちょっと一個だけ、なんだろうな、ジャッキーといえばの中に NG シーン、エンディングの NG シーンがあると思うんですけど、今回はなんかね、シリアスに進んでシリアスに終わるから、急に NG シーンでジャッキーがいつもの感じを見せてくれてるんですよ。これは私たちにほっとできる、あ、やっぱりいつものジャッキーだ、撮影現場では明るくみんなを和ませながら楽しんでこうやってやってるんだなって見れてほっとする反面、なんかこれが入っちゃうことによってなんか本編のシリアス感があれあれってなっちゃうというか、だからなんだろう、入れなくてもよかったんじゃない、むしろここまで演技もアクションもジャッキーじゃない感じにするんだったら、なんか DVD のメイキングだけに入れちゃうみたいなことすればファンは全員買うじゃないですか。だから NG シーンがね、なんかすごいジャッキー感で、なんだろう、うん、それはちょっと面白かったですね。笑っちゃいました最後で、はい。ジャッキーのキャリアの中でやっぱりジャッキーさんはアクションは次の世代を指導していったり探したいとおっしゃってますが、うん、もう偉大なる歴史をアジアだけじゃなくて世界を映画で笑顔でつないでくれた偉大なる人として、こういったタイプのシリアスな映画だったり芝居だけで見せる男ジャッキー・チェンもまだまだやっぱり見ていきたいと思いましたけど、やっぱりこれだよねっていうのもファンサービスとして撮ってほしいし、個人的にはやっぱりこういうシリアスなジャッキーさんも嬉しいんですけれども、早くマーベルと手を組んで
アジアの変身ヒーローになってほしいですよね。あのマーベルのヒーローはおじさんがヒーローになるっていうのは当たり前だから全然ありだと思うので、ジャッキーにアイアンマンみたいに変身してほしいというか、空飛んだり変身したりちょっとぶっ飛びアクション、そのなんかヒーロージャッキーが見てみたいなってずっと思うんですよね。しかもマーベルのヒーロー、なんかまだ作品化してないアジア人のヒーローのコミックないのかな、すごい見たくないですか。それでいつかアベンジャーズにも参戦するみたいな、それを一刻も早くマーベルは動くべきだと思うんですけど、何をやってるんだろう、早く早く早く、そういうスカッとするやっぱりそういうのが見たいですね。うん、ファンはわがままだからこんなジャッキーも見たい、あんなジャッキーも見たい、でもやっぱりおなじみのジャッキーも見たいってずっとずっと見たいんです。いつまでも見たいんです。不老不死でいてほしいんです。だからこういった違った味わいのジャッキーが見れたということも人生の喜びの一つになるので嬉しいですね。はい、なんだろうな、だから今までポリスストーリーを見てきた方はもちろん、ジャッキーの映画は映画館で久しく見ていないなっていう方にぜひ見てほしいかなと思います。私大好きだった香港国際警察という映画ね、すごい何十回も見てるんですけど、銀座の一巻でしかやってなかったんですよね。嘆かわしい事実です。日本はどうなってしまったのかと思います。ジャッキーさんの映画は国民が笑顔になれる、そして元気になれる、勇気が出る、未来が輝く、そんな作品なので、この映画もぜひ映画館で楽しむことをおすすめいたします。というわけでジャッキーチェン様の新境地ポリスストーリーレジェンドおすすめです。ぜひぜひ劇場でウォッチメンしてください。中川翔子でした。イエーイ。はい、ということでしょこたんこと中川翔子さんによるポリストーリーレジェンド評論を聞きいただきました。あれですね、あのもちろんあのジャッキーチェンね、もうジャッキーチェンとか僕あのしょこたんの後だと呼び捨てするのがちょっとはばかられますね。ジャッキーさんね、あのリスペクトこもってるのはもちろんそれあの予想のうちだったんですけど、あのおっと思ったのがその今回そのポリストーリーレジェンド、あ僕まだちょっと未見でございます。その今回はですね、あのブルージャスミン以外はあのプッシュの皆さんのプッシュ次第によって見るかどうかみたいな、そんなことを考えて、あのと雪はもちろん見てます。でポリストーリーごめんなさいまだ見てないんですけど、あの、まあ、シリアス路線だって、まあ、なんとなく予告からも想像ついたんだけど、ショコタンのねその評論の中で面白いなと思ったのは、あの今回すごいシリアスなトーンで通ってるのに NG シーンだけはいつもの通りあって、それはファンとしては嬉しいんだけど、でもまあシリアスなトーンの作品の時はこれやらなくてもいいんじゃないのかっていう、結構だからしょこたんそのリスペクトもありながら、あちゃんとすごいフェアな表をするなというので、あのそこすごいおっと思ったあたりでございます。あとはやっぱ要所要所ね、あのマーベルは動くべきマーベルは動くべきとか、あの日本はどうなってしまったんだとか、あのパンチラインがですねあの出るあたり、やっぱさすがなね、不老不死とか出てましたよね。あのでもマーベルは確かにね、あの年取ったおじさんのヒーローも、おじさんどころかこの後のね X メンでもやりますけど、はっきりジジイが足元もおぼつかない雰囲気のジジイとか全然ね最強面して出てくるパターンありますからね、全然あるんじゃないですか。ジャッキーさんね、ちょっとあのそのあたりマーベルは今すぐ動くべきというあたりしょこたんの意見参考にしていただきたいと思います。ということで、あのしょこたんね一時期ちょっと喉はあの荒れちゃったりしてたみたいですけど、あのありがとうございます。はい、またぜひ今度はちょっとね生でスタジオをお越しいただいて、お話ししていただければなと思っている次第でございます。しょこたん本当ありがとうございました。